清水橋鍼灸整骨院院長の金岩です。リハビリの必要性について説明させていただきます。怪我してリハビリをしないと皆さんどうなると思いますか？怪我の状態が良くなったのか良くなってないのかわからないまままた競技に復活すると、そういう方が多くいらっしゃいます。なのでまた痛くなった、それでまた来た、また来院する、でとりあえずの症状が楽になったからまた現場復帰するっていうような形で、しっかりとしたリハビリの部分がなされてない方が多くいらっしゃいます。ただしリハビリをするということは最終的には競技人生の期間を長くするということにも結びついてきます。そして怪我の予防というのにもつながってきます。なのでしっかりと、いい状態になって競技復活した方がいいかと思います。ただし多くの選手はスポーツをしなければいけない、休むことも必要なんですけど休めない状況の選手もたくさんいらっしゃると思います。そういう中ではとりあえずの痛みは抑えつつ競技をしてて、でまたリハビリという名目でちゃんとケアをする、でケアをしながら試合に出る、そこのところを、治療家である私たちがフォローしながら目標設定をし、共にそのゴールに向かっていく歩んでいくってことをしていかないと、結果痛いままプレーをしてる、競技能力が落ちる、競技期間が使用期間が落ちる、短くなるなどの弊害が出てくるかと思います。またリハビリをしっかりしている選手というのは、患部外のトレーニングもしっかり行えております。そういうところからスポーツ選手に特化したリハビリというのも提供しておりますし、また手術後とか、慢性的な症状その方とかの、運動療法としてリハビリも提供しております。人それぞれ症状は違いますし、目標設定も異なります。なのであなたがどこに目標を置いてるのかをしっかりと私たちと相談して、共にそのゴールに向かって歩むのが一番いいかなと思っております。何か質問等がございましたらご連絡ください。心寄り添う清水橋鍼灸整骨院です。私は患部だけの修繕修復だけではなく、心寄り添うホスピタリティあふれたような治療院を作りたく独立開業いたしました。今ではその思いに共感してくれるスタッフとともに患者様をお迎えすることができています。何かご相談等がございましたらお気軽にご連絡ください。